ここはペイペイドームと併設されたオフィシャル居酒屋高政です。ホークスファンが集うなんという居酒屋でございます。今からちょっとここの店にちょっと入ってみたいと思います。撮影の許可はもらいました。 OK です。で早速ですね、見たい道になります。この通りになりますんで、撮りたい道にこれから撮ります。センスメニューでこれです。今日はこんな風に、ありましたんで、今日はですね、何が食べたいかというと、この麻婆豆腐いいですね。麻婆豆腐、これちょっと頼んでみます。あと飲み物もですね、これですが、あ、じゃあ私これお願いします。上林を取らせていただきます。九州名物、何がいいかな。アジフライ好きなんでアジフライ食べます。スタンプカードをやってますと言いますけど、まあ私はちょっと、この地元の人じゃないんで、とりあえずスタンプカードはちょっと、やめとこうかなと思ってます。まあ飛行機代を持って明日行ければ、まあこのスタンプカードを取っておきます。ちょっと料理来るまで待ってみます。ちょっとごめんなさい、またクレームきそう。この上林のジョッキが来るんですね。ほら51番、ほら見にくいだろうから、ほら上林って出てるんですよ。このジョッキがもらえるんです。それプラスビールで2000円なんですね。あまり高いと思わないでくださいね。じゃあひとまずお通しからいただきます。この通りビールが出てきました。そしてね、これちょっと飲む前に一つ、ちょっとごめんなさい、またクレームきそう。この上林のジョッキが来るんですね。ほら51番、ほら見にくいだろうから、ほら上林って出てるんですよ。このジョッキがもらえるんです。それプラスビールで2000円なんですね。あまり高いと思わないでくださいね。
ではひとまずお通しからいただきます。今日は負けてしまったけど、まあ、とりあえず、まあ、焼け酒ということにならないんで、うんうん、やっぱいいや、ビールはこの51番の、うん、ビール、あ、うん、あ、ごめんなさい、映っちゃったごめんなさい、うん、はい、うん、あ、これがと、うん、まあ、もうですね、結構辛い、結構、あ、もう分かります、はい、すいません、はい、すいません、はい、ちょっとスタッフの顔映っちゃったけど、めっちゃ可愛い、うん、あ、でもね、これ俺の好きな人に言っちゃったらちょっとどういう反応するんだろうか、うん、まあいいよね、うん、可愛いもの可愛いんだから、うん、いただきます、これなんだろう、うん、まずお通しからちょっといただきます、どうする、うん、うん、うん、まあ、餅かと思ったらこれ餃子です、餃子、うん、ね、ちょっと箸がつかみにくくてほらね、しかも大変です、これね、麻婆豆腐でございます、あの結構見た目結構辛そうです、結構辛いですね、辛いですね、早速食べてみますね、この辺から朝大丈夫、うん、うまい、うん、見た目ほどそんなには辛くないですね、この餃子もなかなかいけますね、うん、この餃子結構もちっとして、うん、なかなか、うん、皮結構うまいです、タレも結構合うんで、これちょっと家でも作りたいですね、うん、ね、今日負けちゃったからね、ちょっと残念ですね、明日こそは勝ってね、行きたいです、この店員結構もう愛想いいんでね、なんと中日ファン、うん、ソフトバンクでもありながら中日ファンでもあるそうですよ、うん、お疲れ様です。
うっかりちょっとアジフライの確定ボタンを押すのも忘れてました。まあ急がず慌てず、急げと言っても慌てろとは言われてない、じゃあここで、あとアジフライと、まあ、あと今たった今ちょっとハイボール頼んだんで、これで終わりにします。ありがとうございます。ありがとうございます。回収させていただいてもよろしいですか。あ、空いてるやつ、タブレットを回収させます。失礼します。ありがとうございます。ちょっと俺頭と耳悪いんで、ね、タブレットって空いてるされたと勘違いしちゃった。麻婆豆腐大好き、ありがとう。残りの目のハイボール頼みました。これちょっと選手の名前が載ってないんです。普通のアサヒのメーカーのあれが載ってます。ラストだけでもないと思ったんですが、はい、ジュースだけいただければ大概かなと思って、今日のピンクのマスクは球団で用意されたんですか。あ、ちょっと詳細はちょっとお聞きしてるんですけども、私は自分で用意したんですが。あ、本当ですか。買った、買ってきてます。ちょっとソフトドリンクどうかけたら、出てきました。アジフライです。この位置だな。これちょっと食べてみます。アジフライ大好きなんで。
これソースはちょっと袋で分けてる。ウスターソースですね。そんなにちょっとこれ。40分でラストは大丈夫大丈夫。はい、ちょっと開始させていただいてるんですけれども、ね、あ、そうなんだ。じゃあしょうがない。失礼します。すみません。これは面白いですよね。ひげさん、ひげをされて。いただきます。聞いたことないですか？わかんない。何故です。今やってるんですよ。この、うん。うま。福岡では未放送のアニメなんですよ。熱々でうまい、うん、よかったら見ていただければよ。来週は夜空が見られそうです。アニメの中でハイボール、うん、アニメオタクではないですよね。どうぞどうぞ、はい、失礼します。はい、お願いします。うん、うまい。ちゃんと味がついてるな。自分のところでもアジフライ作ってみようかなと俺は思ってますね。うん、またみんなに食べさせてあげたいと思ってますね、うん、うちの会社っていうのはまあみんないい人たちなんで、ここの九州のホークスファンもみんないい人たちなんで、ね、うん、まあ、友達がいるっていう、友達や仲間がいるっていうことはとても素晴らしいことです。いや嬉しいですね、うん、うん、ね、これを最後に一杯飲んでいきます。今さっき出ましたね、金額、飲んだ金額がこの通りね、この通りです。見えますか？ちょっとこれ風吹いてきた。3781円でございますね。仕分け内容はこんなもんで、はい、まあここの接客態度はまあ5つ星、料理も5つ星ね、値段は高いけどまあこう楽しめるお店だったら金が高くてもいいし多少味が落ちてもいい、まあ、これ個人的な会見でございます。また福岡に行ったらここの店ぜひ寄りたいと思います。でクラブホークスの会員になると5% 割引になります。そしてポイントもつきます。ポイントがつけばそれだけの商品ももらえますので、まあ、また行きたいと思います。ではまた明日もここの、ね、ペイペイドームに行きますので皆さんよろしくお願いします。